はい、皆さんこんばんは、みなとです。スーパーファミコンファイアーエンブレム紋章謎暗黒戦争編パート37行きましょう。あともう敵4体ですね。なんとか今日中にこの章終わりたいなぁ。さっき、もう枠の終わりでした。猛牛と黒ひょうは、こっちが猛牛か、こっちが黒ひょうか。わからん。はい、たくさんいらっしゃい。そしたら、動画を回復させなきゃダメかな。遠隔でこっちに持ってって、そうか、開けた後が大変だな。攻撃力めっちゃ高えな、銀の槍だから。やっぱ開けて動画で塞ぐ感じの方が良さそうだな。女神像。近接出番あるかな。よし、マルサ全力で戻るぞ、みんなのところに。なぜ主人公が宝箱開けばかりにしぐま？盗賊がいないからね。フィリップに盗賊がいないんだよ。入れてないからね。人数制限でね、ちょっとあいつを抜いた。開けて。この2体来るよな。どっち先動くの？よし、開けよう。で、動画で閉じるんだが、ちょっと待ってよ。高速が4。そしたら高速は、0か。鉄の槍な、2回攻撃できるな。
で、できれば、シーダの位置に、ドーガを、交代させたいなぁ。あれ、そうすると、あ、マリックが邪魔だ。マリックのところに、このレナを置いておきたい。マリック後でちょっと抜こうか。こいつらは打っていくかなぁ。ボルガノンの書がなかなか攻撃力でかいな。22丸ごと食らうっていうのは。おじいちゃんは。おじいちゃんはねおじいちゃんは、あー、ナバールが魔法位置あるな。まあ、一撃倒されることは、ないから。一人突っ込ませて、二人目で倒す感じかな。あ、でも、会心。今のうちにおじいちゃんの馬しるべしょ削っておけば？わら。ああ、魔導書？おじいちゃんってこいつだよね。魔導書を削るとはどういうことか。無駄打ちさせる方法ってあるの？高音高いやつやな、ちょっと怖いな。バールで削って、どうしよう、オグまで倒すか。入れて待機、自分のターンで回復させれば OK。 ああ、そういうことね。ただ相手の攻撃力が22だからな。リライブの杖を使わないと次のターンで落とされる気がする。倒しに行こう。あれ、こいつ行けるよな。行けるなんです。ドルーアに立てつく反乱軍の兵士ども。わしの超破壊魔法ボルガノンを受けてみよう。お、避けたぞ。てか、やばいな、命中率思ったより低いぞ。下手したらナバール死んでたぞ。やべえやべえ。倒せるよな。そうか、これ玉座にいるから、回避高いんだな。2回中1回当たればいいんだから、頑張って当ててください。
よし。おー、70。うまいな。おー、力、ナイス。いいね。この程度で勝ったと思うな。ドルーアは不滅なのだ。グフ。あとはこのソルジャー部隊を無事倒して宝箱を取ったら終わりだ。お前が先来るんか。痛い。あ、倒してしまう。マジで鉄の槍だぞ。鉄の槍で倒してしまうのが。あー、じゃあ鋼にするべきだな。倒し、あー、でももう遅いな。こいつも多分死ぬだろう。いやー、動画さん、次のやつ来れなくてよかったな。ヒザラ多分死んでたろ。21。ああ、危ねえな。よかったー。ああ、騎士勲章でジェネラルになれるんか。もうなんだかんだあと5なのか、動画は。さて、どっちかなぁ。ゴブミか。バス？はい、バスいらっしゃい。おぉ。ナイスー。まあ、すごいなぁ。あと何ターンかかるんや。オッケー。全滅させたぞ。あと宝回収したら終わりだね。あとはマルスだけだ。あとマルスさえ操作したら終わる。ジュリアネっているなら育てると強くなりんす。初見、ワコ。
ジュリアンは、言いますね。いますが、ちょっとこの章はね、人数制限のため省きました。7個目さんいらっしゃい。あと8個目さん、初見さんいらっしゃい。こんばんは。お邪魔だ。今んとこね、死亡してるのはリカードっていう盗賊だけですね。ジュリアンは一軍として育てているところです。そう思いたのがあるのか、だから僕。弟分の方か。そう。出てきた章でね、ちょっと、会心の一撃を食らいまして。ブーツってなんだろう。レナは回復の末使って経験で稼いだ方がいいかもしれません。あー、そうなのか。なんかなるべくね、使わないでいた方がいいかなと。移動力アップ。ほう。あー、はー。マルスかな。ジュリアンの代わりに宝箱回収することもあるし、マルスの方がいいかな。マルスか、足遅い動画かな。動画に使ったら移動要塞になるの。それはそれで楽しい。で、今15まで育ってて、なんだっけ、レベルアップするときに他の能力が上がりやすいやつが、後々手に入るらしいので、それを手に入れるまでは、無駄打ちしない方がいいかなと思ってるんですが、一応15までは育ってますね。力がね、全然伸びてない。残念なことに。ちなみに15ってね、結構ね、高い方だね。うちのメンバーの中で言うと。動画と同レベルか。2番目に育ってます、レナ。思ったより高かった。そう、前に、闘技場が多分初めて出てきた章かな。で、主だったこういうメンバーレベル10まで上げてたんだけど、その時にずーっとね、レナで回復させてたんで、それで、かなり高く上がってます。マルス、オレゴなんだが。こいつは、うん。こいつはいいんだよ。だって、この人、上級職ないじゃない？よーし、この章終わったぞー。ありがとう、マルス王子。私がこうしてパレスに帰れたのも、すべてあなたのおかげです。いいじゃないか、主人公だもん。この光り輝く弓は、パルピアといって、我が王家に伝わる三種の武器の一つです。他にも、メリクルソードとグラディウスの槍があるのですが、敵に持ち去られてここにはありません。偉大なる力を秘めたそれらの武器があれば、あなたたちの戦いももっと楽になるのですが、パルティアを手に入れた。17回か。おー、威力20か。マルスってそもそもパッとしないのに、スマブラだと強し剣士のオーラがしてるよな。あ、そうなんだ。マルスともう一人出てるよね。確か。劣化の剣の主人公だっけ。第1部11章、悲しみの第1、グラ。グラは古くからアリティアの同盟国であったが、グリニアとの戦いの最中、突然敵に寝返った。背後から攻撃を受けたアリティア軍は全滅し、国王コーネリアスはファルシオンと共にグラに消えた。あ、裏切られたってやつ。あ、ロイかな多分。そして、あの悲しみの日から2年。マルスは今、ようやく父を死に追いやったジオールが立てこもるグラ城にたどり着いた。はい、豆腐さんいらっしゃい、こんばんは。
11章か。全20章だから、一応ここで、やっと半分超えた章なんだよね、ここがね。いやー、また宝と盗賊がいる。当たり前だ。お？おー。もう一人どこ行った？三姉妹なんだろう。三姉妹なんだろう、お前ら。もう一人いないんか。後から出てくるかな。あ、そしてこいつ勇者じゃない。いやー、また勇者がいんのか。そうか。で、こいつが裏切り者のジオってやつか。ですないかなぁ。盗賊がどこを通って逃げるんだ、これ。取って下に逃げるとかだったらかなりきついな、これ。多分主人公たちここに行くよね。あ、村もあるから村目指してくるんか。宝と村どっち優先なんだ？よくわからん。でもとりあえず村ある限りは村を襲ってくるからそこまで全力じゃなくていいんだろうか。近い方かな。近い方からか。で、こいつらはきっと仲間になるんだよね。あ、金のやり持ってるのか。とりあえず、相手にせよ。そもそも宝と村が同時にあるマップってほとんどないからわからんけど。ああ、そうなのね。まあ確かに宝は主に、城内戦というかね。そっちにあるイメージだからね。これは別にいいか。はい。あ、そうだ、こいつら。あ、つけるか。こいつらは、これを外して。あーと、シーダンか。あれは、あ、そっか、ハーディも一応、装備整えてたのか。一応、ジュリアンはね、座ってないけど、6までは上がってる。こいつもちょっとね、闘技場で上げられなかったんだよな。で、この辺の奴らは全く使ってない奴らだな。使うとしたらリンダかな。っていうところですね。あ、こいつら今さっき入ったやつか。え、こいつパラディンだったの？マジで？上級職じゃん。リンダを育ててないだと。そう、リンダね、育ててないというか。リンダは軍の中に片思いのやついるんだぞ。一応育てたつもりだよ。ドラゴン倒した。一回。で、さっきのステージが、リンダ仲間になった次のステージだったから、出してなかったんだよね。ちょっと少数精鋭で挑んだんでね。あー、なんか微妙なのがあるな。どうしよう。副番の戦闘ブラが若干エロい。終了まであと5分になりました。そんなんなんだ。で、
まあスーファミ版だとリンダはクラスチェンジしちゃうとな。パンチラが見れなくなるから残念だねっていうのは誰か言ってたね。あと手やりか。絶対に使わないだろうから。で、あとは降りた時用に、降りてもいいようにか。はい、次。獣医師って誰のだ？ハーディンかな？あとハーディね。精通のやり。終了まであと3分になりました。ナイトキラーとかいるかな？あと何かアイテム持ってるやついるかな？あ、ジャイブも。これは弓系のやつだよな。なんか前アドバイスで、こいつは銃になったらすぐにクラスチェンジしてもいいよって言ってたね。あ、奇襲噴射。奇襲噴射を誰に先に使うかやな。遠くにいるか、どうしようかな。ライフのせいでいいか。スナイパーはクラス補正いいからね。そうそう、そういう風に言ってくれてね。あ。あー、ブリザーの勝負。ブリザーの勝負。ブリザーの勝負。上級職にしたら、レベル1からだけ？じゃないのかな、多分。レベル1になるんだと思ってるけど。終了まであと1分になりました。どっちにしろ、あれだよね、闘技場なるとこじゃないと。1からだよ。しちゃいけない気がするな。どうなんだろう。でもらう。違う。武器だ。あ、エルファイヤーと、ボルガノンの職。はい、そしたら次枠行きますね。お疲れ様でした。じゃあ、20にしてからの方が強いってことになるのかな？多分そうなんじゃないかな。他のクラスとかも含め。基本は20まで上げた方が強くなりやすいんだと思います。はい、ではお疲れ様でした。